今回紹介するのは「人はいじめをやめられない」という本です。子どものいじめ撲滅に向けて大人たちが尽力している一方で大人社会でもいじめによる事件が後を絶たない。これはいじめは本来人間に備わった機能による行為ゆえなくすことは難しいという一面があることから考えるとうなずけるならば。 いじめに対するアプローチ法を変えてその回避策を考えていくことが良好な人間関係を維持するための最善策だ本書では子供・大人のいじめに関してどのように防止対応していけばよいのか脳科学の観点から論を進める男はそれをやめられないいじめの根源のメカニズムは 人間の子を社会性としての制裁機能にあるそれは理性や知性では乗り越えられない近年科学で分かってきたのは社会的排除は人間という生物が生存率を高めるために進化の過程で身につけた機能であり排除行為や制裁行為がなくならないのは 何かしらの必要性や快感があるからではないかということらしい人間において最も発達した社会脳と呼ばれる前頭前皮質は集団での行動を促進する機能として発達してきた領域であるその子を社会性として制裁機能が集団には必ず現れ過剰制裁が起こりうるこれが いじめが発生するる根源にあるメカニズムだ。脳内神経伝達物質のオキシトシンは仲間を作り絆を作るための働きをするが同時に妬みや排外感情も高めるまた集団からの逸脱者を検知する脳の思考プロセスである裏切り者検出モジュールの強弱はセロトニンの量に関係する攻撃すれば報復されるというリスクがあるのに。 ドーパミンが分泌され人は快感を感じるそれは人間という種が生き延びるために必要な行動だったからだがこうした行為は正義の達成感やその集団における承認欲求を満たすので食欲や性欲といった個人的快感より一次元上の快感を感じるのだという何とも恐ろしい学校は類似性も 獲得可能性も高い人間関係の場所なので、妬み感情が高い。日本は同調圧力がとても強いので、通報者は最も損でリスキーな役割となり、傍観者が一番得をしてしまうことを指摘する一方、いじめを回避する方法があることを著者は紹介している。その上で、これからの時代を生き延びるために一番必要な力は、 コミュニケーション能力だと思うという自他を尊重した自己主張自己表現アサーティブだもっとも日本人はこれも下手だ子供はごくシンプルに成熟してない人という現実を認識しなければいけないし攻撃したい人の衝動を抑えられると思ってはいけない不寛容を理性や知性で克服することは 脳の仕組みから言ってて極めて困難だという人に今求められているのはその事故を認めることと認識することその力がメタ認知能力だいじめは脳に組み込まれた機能だが脳を騙すことやその機能をコントロールすることは可能なのだ著者はこの本で 学校教育の在り方の見直しや教育機関における環境的回避策も提言している途方に暮れる現在のいじめ問題今我々に必要なのはこのような科学的真実を一つ一つ確かめることではないかと思った以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。